八代さんは僕知ってるんですけど結構サッカー好きなんですよ。結構夜中に目覚ましかけて起きて海外の試合とか見てるめちゃくちゃ見てますね。ちなみに推しのチームとかあるのかい？あ、僕好きなのは地元が岩手県盛岡市なんですけど、今年から J2 に昇格してるので、ブルージャ盛岡、応援させていただいております。あ？で、それキズールの真似。ブルージャ盛岡のマスコットのキズールの真似。試合中正座して見てるのこうやって。こうやって見てるんだよ。嬉しい、キズールしてくださって嬉しい。小鈴君はちなみにサッカーは？この作品決まってから。うん、サッカー詳しい友達にお願いしてスタジアムにこう一緒に連れてってもらったりとか行きました。なんですけど、まだまだちょっとわからない部分も多いので。いやでもね、 J を見るのはねとてもいいです。ありがとうございます。先生高評価です。やったちなみに安本先生はサッカーお好きなんですか？僕はね、もう長いことも35、6年は見てんじゃないかな。サッカー歴長い。いや俺正直この企画聞いた時に、いや言うて俺先生に教えられることないっすよ結構見てますよって思ったけど、やっぱコーチすげえわ今みたいにない時からもう手繰って見てたから確かに一生懸命。これはすごい、さすがコーチですよちょっとでもね分かっていただければいいなということで、2人とも大好きなことを今からします。はい、そうです。抜き打ちテストです。言ったことない好きって言ったことない。好きなの？いや好きじゃない、聞いたことない。テストキックオフ。よし、ちょっと聞こえこう。問題数ありますね。あるね。ちょっとおもろいけどちょっとおもろいけど違う。青足4月9日キックオフ。